これはとある高校での会話です。ねえ、あいつ男なのに男が好きなんだって、知ってる？え、なんかそういうのどう接していいかわからないね。人が大切にしていること、そうやって勝手に噂するのはダメじゃないかな。誰だって嫌だろ。ああ、ダメだったな。授業でも聞いてたのに。心と体の性の違いのこともあるしな。男性が女性を好きになる、女性が男性を好きになると性別によって思い込んでいることはありませんか？性のあり方は好きな色のように人それぞれ、思いやりを持って考えることが大切です。誰もが自分らしく生きることができるように、自分のことも大切に、相手のことも大切に。滋賀県からのお知らせでした。